それでは高山市が作ったリーフレットをもとに17の目標と市内での取り組みを見てみましょう。目標番号15、陸の豊かさも守ろう。ライオンは百獣の王なんだ。誰よりも強いんだ。ライオンも虫がいないと生きていけないんだよ。どういうこと？虫をネズミが食べ、ネズミをキツネが食べて、キツネを食べるもっと大きな動物をライオンが食べる。虫がいなくなることはライオンの危機につながるんだ。今アフリカのライオンは急激に少なくなっているんだよ。本来動物や植物はつながり合い、影響を与え合い、環境との絶妙なバランス関係の上に成り立っています。これを生態系と言います。世界では違法な大規模伐採や火災による森林の減少が進み、砂漠化や汚染が進行しています。日本では安い外国産の木材が手に入るという経済的な理由などで、かつて植えたまま放置されてしまった大切な森の資源が各地にあふれています。生態系のバランスが崩れることによって、人間にも思いもよらない様々な影響が出てきてしまいます。私たち人間も地球上の自然の一部であることを忘れてはいけません。高山市乗鞍山麓五色ヶ原の森は、訪れた人に自然の素晴らしさと自然保護の大切さを伝えています。散策路にできるだけ人工的な手を加えることなく、ガイド付きの入山を義務付けるなど、山に入ることに制限を設けることで、自然環境の保護と観光資源としての利用の両立を実現しています。高山の美しい森にも課題があるんだね。そうだね。まずは関心を持つことが大事だよ。